うちの子全然頭悪いんでみたいな親御さん多いんですけど、そんな親御さんに言いたいですよね、うん、いやこの子もっとできますからと、うん、あのね、頭が悪いから伸び悩んでるってことは基本的にないですね。そうなんです、そこじゃないんですよ、はい、根本的に武田塾チャンネル。いやみんなも学年が変わってね、そうですね、はい、来年の今頃第一志望の大学のこう入学式とか、うん、最初の授業とかに出てるか、もしくはちょっと行きたい大学じゃないところになっちゃってるのかと、はい、それが今後1年で決まるわけですね。なので、はい、もしね悩んだこととかあったりしたらぜひ相談してほしいってことで、はい、そんなね受験生の悩みとかね答えるこの番組は受験相談 SOS。 中川先生、はい、今回の質問なんですか。今回の質問は、うん、新高校3年生です、うんうん、成績が伸び悩んでます、その原因って何だと思いますか、うん、という質問が届いてます。なるほど。伸び悩む原因は人それぞれやと思うんですけど、まあ、でも大体受験相談に来る生徒なんかに言ってて、はい、大体これだろうっていうのは、はい、やっぱさ、その今までやった勉強の定着率だよね。本当そうなんですよね。そこだよね、うん、多分みんな何かしらの単語帳を持ってると思うんですよ、今動画を見てるあなたも、うんうん、じゃあその単語帳を今僕たちに貸してくださいと、うん、でその中から10個テストしました、10個中あなたは何個約言えますかと。で武田塾に受験相談に来る生徒さんの9割ぐらい、うん、8割ぐらいの生徒さんが半分ぐらいしか当たらないですよとか、うん、10個中3個しか僕無理ですみたいな、単語帳が仕上がってない生徒さんがほとんどなんですよね。そうですね。それ全科目もそうですよね。数学もそう、物理もそう、科学もそう、社会もそう、そういうふうに1冊の問題集参考書の完成度が完璧になってないっていう生徒さんがすごく多いんで、うん、それが伸び悩む原因じゃないかっていうことですね。はい、あとはやってんだけど伸びてない子の場合は、はい、そのやってるっていうことのやった基準がかなりやっぱずれてるというか、はい、やった基準がずれている、うん、っていうのは、例えば数学の問題集だったら本当に数しか覚えてないとか、あパターン暗記みたいな、そう長文読解で長文の回答を覚えちゃってますとか、あいえおそう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 、はい、みたいな感じで、やっぱその入試に使う前提でやってない勉強になってるっていう、うん、やっぱ大事なのってその説明できるってことですよね、うん、で武田塾の新刊の受験合格は暗記が10割の本にも載ってたと思うんですけど、説明できるぐらいになるまでしっかり勉強して初めてそれが完璧ってことですよと、うん、じゃあ全部の問題を説明できますかと、うん、それができてないとダメですよっていう話ありますもんね。だから普段の勉強から入試想定して動いてないってところだと思うんですよね、うん、これって勉強したっていうのって結構なんていうか幅広いじゃないですか、うんうん、それこそ成績上がらないようなやり方したとしても勉強したことになるんだけど、実際問題実力がついたのかどうかっていう結果を見た時についてないことって結構あると思うんですね。ありますね。でそれが分かってないとすごいやる気なくなるんですよね。めっちゃ自分なりには頑張ってたはずだし、勉強時間も取ってやったのに結果に全く出てこないってなると、原因分からないってめっちゃモヤモヤしますよね、うん、はい、いや俺が頭悪いからだなみたいになるじゃないですか。そうですね、分からないとそうですね、うん、だけど受験相談とかでいざ話してみると、はい、ひょっとしてこういうやり方してないとか、はい、こういうことになってないみたいなことを言うと、大体やっぱ正解率かやり方間違えてるかのどっちかになってると思うんで、はい、もし伸び悩んでるってことであれば、じゃあその伸び悩んでるって言ってみると、じゃあ例えば模試とかの結果だと思うんだけど、その模試で解けなかった問題は果たして習ったことのない内容だったのか、うん、習ったにもかかわらずできないのかっていうのをまず見た方がいいと思う。そうですね、うん、まあ、できてなくて当たり前っていうところもありますもんね、難しすぎたり、うん、もう長文やってないのに長文できなかったり、それは当たり前なんで気にしなくていいですよと、うん、やった範囲でできてるのかできてないのか、 できてないんだったとしたら多分参考書の完成度だったり勉強方法が間違えてるんじゃないかってことですね、うん、そう、はい、あのね、頭が悪いから伸び悩んでるってことは基本的にないですね。そうなんです、そこじゃないんですよ、はい、根本的に伸びるようなところまでやってないっていうのが、うん、やっぱ理由なんですよね。親御さんも多いんですよ、うちの子全然頭悪いんでみたいな、うん、親御さん多いんですけど、そんな親御さんに言いたいですよね、うん、いやこの子もっとできますから、うん、やり方間違えてるだけですから、うん、で、その可能性をしっかりなんですかね、原因を把握してそれを克服して自分の可能性を広げてほしいって思います ね、はい、ですね、はい、そうなので、ね、多分伸びるようなことをまだできてないんだと思います、うんうんうん、なのでそこをまず把握しましょうと、うん、自分だけで把握できないというのは受験相談に行きましょうと、ね、はい、はい、しっかり教えたいと思います、伸びない原因を、はい、うん、はい、今回は以上です。
大学別対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は最寄りの武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら最寄りの武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。